ねえねえ男くん男くん、どうしたの女ちゃん。今日腹立つことがあったから、ストレス解消に殴らせて。女の子ちゃんのお願いだったらいいよ。ありがとう、じゃあ殴るね。オラ、あー気持ちいい。オラ、ストレス発散になるよ。オラ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 、ちょっと待ってちょっと待って、殴るのって一発じゃないの？誰も一発だなんて言ってないじゃん。そうだけど、まさかこんなに殴るとは思わないじゃん。嫌だったの？私ちょっとショック。いや、嫌じゃないよ、全然嫌じゃないよ。本当に？本当だよ、何発殴られたって大丈夫だよ。よかった、じゃあ気が済むまで殴るね。うん、まだ気が済んでないんだ。それにしても、なんでそんなにストレスが溜まってるの？今日、コンビニでプリン買ったら、スプーンがついてなかったの。そんだけ？そんだけのことでこんな腹立ってんの？ダメかな？いや、いいよ、いいよ。僕もね、ちょうど殴られたかった気持ちだったんだ。気持ち悪。今のは冗談です。ならよかった。そういえば、明日のデートはどこに行く？久しぶりに映画でも見に行く？でも最近いいのやってないでしょ？じゃあカラオケとかは？なんか気分じゃないな。じゃあカフェとか行くっていうか、ずっと殴り続けるの？話題変わってるけども殴り続けるの？だってまだ気が済んでないし、無言で殴るよりはいいんじゃない？無言は怖いね、殺意を感じるからね。でしょでしょ、だから楽しみながら殴りたいの。それも最高感じるけどね。じゃあ話を戻すけどさ、明日のデートどこ行く？ボクササイズなんてどう？まだ殴りたいの？なんかずっと殴ってたら私疲れてきちゃった、もう寝るね。寝ながらも殴るのかよ。でも女ちゃんのためになれて僕幸せ。チャンネル登録よろしく。